ちなみにこの5月6日はゴールデンウィーク終わるか終わらないか、休みの確率も高いし、誕生日のこともすごく忘れられる日ですね。みんな学校とか終わって5月6日誕生日だったのって言われてさらっと流されます。はい。で、美濃自由学園、西南小三中美濃校、外国語学、大学、大阪大学、大日本語学部ということで、本当に美濃に生まれて美濃に育ちました。幼稚園から大学まで全て美濃です。ちなみにこのゆずるくん、私大復習してるんですけど、うちの美濃市のキャラクターです。ゆずるキャラグランプリ最高9位か9か8位かまで行ってるんで、結構グッズとかもいろんなところで売ってます。でですね、大阪外国語大学だったんですけど、阪大に合併統合されちゃいました。今は外国語学部になってます。でここの美濃のところで、私は主にドイツの文学を学んでました。ゲーテ、ドスゲーテ、ノンチャップ、シェラーノンチャップ、ドイツ文学とか、あと結構専門が演劇とか児童文学の方だったので、有名なのがミヒャエル・エンデとか、モモだとか、あと果てしない物語とかが多分一般的に有名かなと思います。でそれとか、私の専門はエレヒ・ケストナーなので、二人のロッテとか、あとはエミールとかってたちっていうのがあるんですけど、主には児童文学を専攻してました。ドイツの児童文学が、もうドイツのヨーロッパの児童文学が面白いのはすごい、児童文学の次難しいんですね。難しくて中にかなり教養がっつりこうなりなさいよみたいなのがっつり詰め込んでるのが、日本の昔話もそうだとは思うんですけれども、日本の昔話よりもかなり文学チックなのが、向こうのヨーロッパの文学です。で、そんな、大学時代なんですけれども、大体大学時代に25カ国120都市回りまして、家にある言語の本を数えたら15言語のビギナーの本 と、文法の本となんかいろいろありました。本当にいろんなとこ回ってきて、いろんな都市に行ってきて、25カ国今もうちょっと増えてるんですけど、いろんな世界でいろんなものを見てきました。主には旅行で行ってるんですけれども、留学で2、3ヶ月とか1年とか滞在して、一番長かったのがカナダ・バンクーバーが1年ちょっとで、あとニュージーランドに半年住んでたのと、ドイツのスヴェアビッシュハールっていうちょっと田舎町も3ヶ月くらい住んでました。フラフラ、社会中結構フラフラしてます。でですね、そんな私が今日ちょっと一応テーマ多文化っていうことでお話しさせていただこうかと思ったんですけれども、まずですね、どうしようかな。この中で今日来られてる方、皆さん日本人でしょうか？日本人ですか？今日外国人の方混ざってないですか？大丈夫ですか？別に混ざっててもいいんですけど、では皆さんに問題ですと。はい、ここ、今ここ5人入ってまして、この4枚の写真があって、この2人は兄弟なので、この中で日本人は何人いるでしょうか？この中、1枚、1、2、3、4枚あって、どれにか日本人でしょうか？日本人は何人いるかな？サッカー選手に日本人は何人いるでしょうか？1番、1、2、3、4写真、はい、では、これが全部日本人の写真だと思う人、4枚とも日本人4枚とも日本人じゃあダメそうな人、はい、では、3枚日本人、3人日本人、じゃあ2枚、2組が日本人、2枚じゃあ1枚1枚じゃあ0枚、答えはですね、3組日本人がいます。さっき、つなくさんが言ったのハーフナーマイクです。ですよね、はい、ハーフナーマイクは日本人で す、ね、広島県出身のサッカー選手で、両親はオランダ人ですけれども、生まれ育ちは広島で、日本のサッカー選手です。日本代表のサッカー選手なので日本人です。で、もう一つこれが、この間、冬のオリンピックとかありましたよね。アイススケートのリード姉妹、リード兄弟
は、お母さんが日本人、お父さんが向こうの人かな。で、でハーフですけど、日本代表として、スケート、アイススケート出てるので、この方も国籍は日本人です。ただ、日本語はそんなに喋れないです。メインの、居住地がカナダの方なので、日本語はあんまり喋れないです。で、これ誰か分かりますか？どれですか？いや、分かんなかったです。マニアックというか珍しいんじゃないかなって思った。